臭くないですか？びっくりします。だからタクシーの中でもしても全然気づかない。すんなよ。我慢せえや。さあ、そして新山さん。はい。山盛りになってますけど。持ってますよね。うん、これあの岩塩なんですけども。塩ね。はい。ちゃんとこれ持ち歩いてるんです毎日。すごい。塩持ち歩いてるんですか。はい。で、あのどういう風に持ち歩くかっていうと、うん、バッグに持ってても普段やっぱり持ち歩かないと意味がないなと思ったんで、うん、今日も入れてるんですけど、うん、あのサランラップにあの岩塩を入れて、うん、畳んで、うん、あの結構メンタルそんな強い方じゃないんで、うん、あのブラジャーに入れるんです。でブラジャーに入れてそれで邪気を払うというか、なんか私に近寄ってくるなっていうか、こうバリアを張るんです。どこで邪気払うの？何ちゅうカメラ来てんの？何ちゅうカメラや。ブラっていうワードが出た瞬間すーうわー来た。何やこれ。入れてるんですか今も？入れてますよ。はい、それってちょっとどういう状態かちょっと見せてもらっていいですか？出れるんです。出せる。すぐ出ますよ。もうほらもうこれ中学生どっか行けよ。もう中学生これ中学生。あ、出た。はい、すごい。こんな感じでラップにくるんで入れとくんです。なんか安心します。すごい。それパンツの中には入れないんですか？カツシンさんかお前。すごいね。やった方がいいんちゃう？自分も。やろうかな。つかまんで。やろうかな。よかったらこれ。いいっすか？うん、いいよ来ても。